皆さんおはようございます。今日から受難週に入ります。そして来週の日曜日はいよいよイースターになりますが、今日のメッセージの中で特に主の十字架の深い意味についてご一緒に考えることができればというふうに思っております。一言お祈りいたします。天の父なる神様、今日このようにご一座はオリーブ教会の皆さんと共に礼拝をし、また共に御言葉から学べる恵みを感謝いたします。今日もどうぞ共にいてくださって導いてください。私たち一人一人が主の十字架の意味についてもっと深く理解することができるように導いてください。お願いいたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今から33年前の話になりますが、1988年12月にトルコの西に位置するアルメニア共和国で巨大な地震が発生して5万5000人ほどの住民の命が犠牲になりました。その多くは建物の瓦礫の下敷きになった人々ですが、奇跡的に助かった人もいます。9階建てのアパートも5階に住んでいたスザンナ・ペトロイさんと4歳の娘さんのガヤニーちゃんは床が崩れ落ちて地下1階部分まで落ちて、2人は6階から9階までのアパートの瓦礫をかぶってしまいました。8日間全く身動きが取れない真っ暗闇に閉じ込められました。2人とも幸いにすぐに命に関わるような大きな怪我はしませんでしたが、問題は寒さ対策と水分の確保でした。スザンナさんはかろうじて動かせる手で自分の靴下などを脱ぎ、近くに横たわっていた娘に履かせました。しかし2日目にガヤニーちゃんは、お母さん喉が渇いたと訴えてきました。飲ませてあげられるものは何もありません。しかしその時にスザンナさんはテレビで見た北極圏の探検家のドキュメンタリーを思い出したんです。脱水して死にそうな仲間の命を救うためにある探検家が自分の手を切って自分の血を仲間に飲ませました。そうだ、自分の血をガヤニーに飲ませればいいんだ、こう考えたスザンナさんは死を覚悟して自分の手を切るためのものを探し始めました。体のすぐそばにガラスの破片がありました。スザンナさんはそれで指を一本切って娘さんに血を飲ませました。そこで一時的に喉の渇きをしのいだんですが、次の日になるとまたガヤニーちゃんは、お母さん喉が渇いた、もう一本の指を切ってと言うんです。結局8日目にようやく救出されるんですが、2人とも無事でした。このような話を聞くと、母親は強いな、子供の命を救うためだったらどんな犠牲でも払うんだなと感心しますが、同時に
イエス様の示された愛のことを思わずにはいられません。イエス様は私たちの命を救うためにまさにご自分の尊い血潮を流してくださいました。それでは今日の御言葉をお読みしたいと思いますが、今日はルカの福音書の23章32節から43節までお読みします。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために惹かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆は立って眺めていた。議員たちも嘲笑っていた。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら、自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て、水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら、自分を救ってみろ。と言ってイエスをあざけった。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか。自分と俺たちを救え、と言った。するともう一人が彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているのではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。十字架によってなされる処刑は、肉を裂かれる激痛はもとより太陽の照り付けによる乾き、出血と飢え、さらに呼吸困難という言いようのない苦しみを伴うものです。しかもその苦しみは死ぬまで1週間も続くということがあったと言われています。また十字架刑を宣告された犯罪人は、刑場までローマ兵士4人の真ん中に立たされ、その方に十字架を担がせられ、刑場まで一番長い道を通って行進させられました。その間、前方をもう一人の兵士が罪状書きをつけたプラカードを掲げて行進しました。他の人々に対する見せしめとしたのです。犯罪人が刑場に着くと運ばれてきた十字架が地面に置かれ、
囚人はそこにつけられます。それから十字架が地面に掘られた穴に立てられます。この状態で囚人の足は地面から1メートルも1メートルにも満たない高さに位置していました。その足元で兵士たちは容器にイエス様の着物を分け合っていました。ここで一つ覚えておくべきことは、マタイもマルコもルカもヨハネも十字架につけられたイエス様の肉体的苦痛について一言も述べていないということです。そのことには深い訳があります。十字架による激痛はこんなにひどいものですよと、もし詳しく書いてあったならば、読者は心情的に主の肉体的苦しみにのみ注意を奪われて、肝心の主の十字架の死が意味している罪に対する神様の刑罰という霊的暗黒の苦しみを見失う危険があったんです。十字架上のイエス様は確かに多くの肉体的苦痛を味わいました。しかしもっと重要なことに、私たちの罪を背負われた時に、その罪に対する父なる神様の裁きを受けてくださったんです。その裁きとは、つまり父なる神に見捨てられ、父なる神との交わりを断たれたことです。マルコの福音書の15章の34節を見ると、そして3時にイエスは大声で叫ばれた、エロイエロイレマサバクタニ、訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。これはイエス様が十字架につけられて6時間ほど経とうとした時に叫ばれた言葉です。主が人類の罪をご自分の身に負って、その罪に対する父なる神様の怒りに、その怒りを一身に受けられた瞬間です。その瞬間に父なる神様に背を向けられたわけですが、ここに十字架の本当の意味があるんです。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。その答えは、私たちが見捨てられないようになるためだということです。この他にも、主は十字架上からいくつかの言葉を語られましたが、その中で最も有名なのは、このルカの福音書23章の34節ですね。ルカの23章34節、その時イエスはこう言われた、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。主はまず
ご自分を葬り去ろうとしているこの当時の人々のために祈っておられます。しかしそれだけではありません。今日に至るまで彼を退けようという思いを持っている人々に対する取りなしなんです。彼らの無知とは、イエス様が神の御子であり約束の救い主であることを知らないだけでなく、彼を殺すという重大な罪を犯していることを知らずにいることです。したがってイエス様の取りなしは、神様の裁きがくだらないうちに彼らが自分たちの罪に目覚め、罪を悔い改めてイエス様を救い主として信じる機会が与えられるようにというものです。イエス様のこの感動的な祈りの言葉に触れて、数えきれないほどの人々が救いに導かれています。そのうちの一人は淵田光雄さんという方です。淵田光雄さんのことを知っている人は今はそんなにいないような気がするんですけども、真珠湾攻撃における空襲部隊の総指揮官を務めた人です。終戦を迎えて、この戦争に何の意味があったのだろうか、なぜ私だけが生き残ったのだろうかなどの疑問を抱きながら、言いようのない挫折や虚無感を覚えましたが、淵田さんは戦時中フィリピンで殉教の死を遂げた宣教師の話、またその宣教師の娘がアメリカの収容所にいる日本の捕虜や移民に献身的に仕えていたという話を耳にします。さらに日本の捕虜となってすさまじい拷問を受けたジェイコブ・デシェーザーに関する情報も聞きます。デシェーザーさんは戦争が終わって間もなく宣教師として日本に来て、講演会やビラ配りを通してキリストの十字架による許しと和解のメッセージを伝えていたんですね。淵田さんはそのビラを手に入れて読み、聖書に対する興味を持つようになり、そして聖書の御言葉を読むようになりました。特に彼の心に響いたのはこのイエス様の言葉です。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。淵田さんは1951年についにクリスチャンになったんです。さらにその後デシャーザーさんとの出会いを果たして、1952年から1957年まで8度にわたりアメリカへ伝道の旅に出かけました。戦争が終わってまだ間もないアメリカ人はリメンバーパールハーバー、真珠湾攻撃を忘れるなというスローガンのもとに、依然として日本人に対する強い恨みや憎しみを抱いていました。言うまでもなく、その真珠湾攻撃の指揮を取った党本人が現れたということで大騒ぎになりました。
ボートに襲われそうになる場面もあったんですが、大勢の人々がキリストを信じる信仰に導かれたんです。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、というこの言葉を聞いて、もう一人救われた人がいるんです。その人はイエス様と一緒に処刑されていた犯罪人です。もう一度このルカの福音書の話を見てみたいと思うんですが、23章の39節からですね。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え、と言った。するともう一人が彼をたしなめて言った、お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。マタイの福音書によると、イエス様に救いを求めたこの犯罪人は、初めのうちは他の犯罪人と一緒に主を罵っていました。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵ったと、マタイの27章43節に書かれていますが、ということは一人だけ途中から悔い改めたということになります。この激変をもたらしたのは何でしょうか。おそらく主の取りなしの祈りだったと思われます。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。犯罪人はこの祈りを聞いてイエス様に対する態度が変わりました。こんな状況の中で自分を十字架につけた人間のために祈ることができるこの人は一体何者なのだろうかと考え始めました。また死を目前にして自分の今までの生き方を反省し恥じるようになったのでしょう。もう一つ彼に影響を与えたものは、イエス様の頭上にあった罪状書きだと考えられます。これはユダヤ人の王イエスであると書かれていました。犯罪人はイエス様の言葉を聞き、その取りなしの祈りを聞き、その姿を見ているうちに、まさにユダヤ人の王に見えてきました。彼の心に小さな信仰が生まれたんです。そこで主に懇願したわけです。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。人間的に見れば随分調子のいい祈りです。今まで散々悪いことをして死ぬ直前にイエス様をお救いくださいとお願いしても、その願いが叶えられる
わけがないと人間は考えますが、主の反応はどうだったんでしょうか。この43節です。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。犯罪人に御国に入ることが約束されたことも驚きですが、もっと驚くのは私と共にパラダイスにいますと言われたことです。普通犯罪人と一緒にいたいと思う人はいません。しかしイエス様は、あなたは今日私と共にパラダイスにいますとおっしゃるんです。ここにイエス様の救いの不思議さ、また素晴らしさがよく表されています。犯罪人は本来神様の清い御国に入る資格などありませんが、イエス様を信じる人間はその瞬間に罪を許されて神の子供として新しく生まれるんです。堂々と神様の御前に出られるものに作り変えられるんです。しかし考えてみると、十字架につけられた犯罪人の姿は私たち一人一人の姿です。国の法律を破っていないかもしれませんが、神の律法に逆らい、神の前で多くの罪を犯しています。また犯罪人と同様に罪を償うこともできないし、良い行いをすることもできません。当然のことですが、犯罪人は十字架につけられている以上何もできません。手も足も動かすことができません。いくら今までの罪を反省して心を入れ替えても、その罪を打ち消すための善行をすることなどできないんです。無力な状態で神様の憐れみにすがるしかないんです。私たちもそれと全く同じなんです。主よ、こんな罪人の私を憐れんでください。こういうふうに祈ることしかできないんです。ルカの福音書の18章にもこのような祈りをした人が登場しますね。主税人です。神様の前で自分の立派な行いを列挙するパリサイ人と違って、主税人は目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて叫びました。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。このように祈った主税人こそ義と認められたと主は言われました。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様を信じる者にとっては、死は無になることではありません。この世を去ってキリストと共にいることです。
もう一つの聖句をお読みしますが、ヨハネによる福音書の14章の1節から3節までです。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。少し余談になってしまいますが、この頃使徒パウロのように天国に行ったという人の数が非常に多くなっています。 YouTube で彼らの動画をいくらでも見ることができます。パウロは自分の体験について沈黙しています。人間には語ることを許されていないと第2コリントの12章で言っていますが、最近の人は自分が天国で何を見たか何を聞いたかをもう堂々と詳細に語っています。美しい花があったとか、綺麗な賛美を聞いたとか、先に召された親族と再会できたとかいうような話です。とてもリアルに具体的に話すので、聞く人は、ああ私も早く天国に行きたいなという気持ちにさせられるんですが、そこに問題があると私は感じています。私たちクリスチャンが天国に行きたいと望む一番の理由はイエス様に会うことだということになっているはずです。花はどうのこうの、賛美はどうのこうの、建物はどうのこうの、そんなことは二の次です。どうでもいいんです。天国に行く一番の楽しみはイエス様にお会いすることなんです。そこにイエス様がおられれば私はそれで十分なんです。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様はご自分を信じるすべての強盗たち、すべての罪人たちに今も約束しておられます。最後にこの絵を見ていただきたいんですが、これは、きなめり、みえさんというあの元エホバの証人が描いた絵で、仰ぎ見るというタイトルがついています。お母さんからリンゴをもらって、お母さんの顔を見上げて、お母さんありがとうと言っている女の子ですが、実はこれはきなめりさんが自分の救いの体験を表すために書いたものです。エホバの証人だった頃、
神様は遠くにいるようなとても厳しい存在だったそうです。模範的な信者にならなければ救ってくださらない神でした。なんとか救われるに値するものとみなされるように努力したキナメリーさんでしたが、とうとう疲れ果てて絶望してしまいました。しかしそんなある日、一人のクリスチャンから恵みの福音を聞きました。神様が私たちをありのまま受け入れてくださり救ってくださるという話でした。ただ愛なる神様を仰ぎ見て、神様こんな罪人の私を救ってくださいと祈ればいいんだ、賜物として救いを感謝して受け取ればいいんだと分かっています。この絵の通りですね、キナメリさんは救われて今私たちの働きの良きパートナーとなっています。今日も十字架による恵みを覚えて感謝しましょう。主イエス様を仰ぎ見ていきましょう。じゃあお祈りいたします。天の父なる神様、皆をあがめます。私を仰ぎ見て救われよというイザヤ書の御言葉を思い出します。主よ、私たちは十字架につけられた犯罪人と同じように何もできない罪人でした。何の良い行いもできない無力なものでしたが、十字架上のイエス様を仰ぎ見て、イエス様、私を思い出してください、私を救ってくださいと祈った時に、あなたの救いの恵みが豊かに注がれました。感謝いたします。あなたは私と共にパラダイスにいます。私はあなたのために場所を備えていますと、主は今も私たちに語ってくださっています。感謝いたします。主よ、私たちは十字架の恵みのゆえに心より感謝いたします。どうか今週一人一人が十字架のことを考えて、そして日々御前に感謝を捧げることができるようにお願いいたします。一人一人があなたの一方的な恵みによって救われたことをさらに確信できますようにお願いいたします。感謝して主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではまたこのようなチャンスが与えられれば、また皆さんに御言葉を伝えさせていただきたいと思います。お祈りしています。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。